皆さん、こんにちは。高い演技力で存在感を見せた俳優の長戸博行さん。長戸博行が妻南田陽子の脳死状態の姿を公開した理由、施設で献身的に支える姿と介護、暴力、借金と壮絶すぎる人生や本当の死因について紹介します。まずは長戸博行さんの経歴とプロフィールから紹介します。長戸博行は日本の俳優、昭和時代の日活映画の青春スター、にゃんちゃんで1959年のブルーリボン男優主演賞受賞、豚と軍艦秋津温泉などで主演、テレビドラマなどでも活躍。俳優の津川雅彦は実弟、歌舞伎俳優の沢村国太郎を父に、女優の牧野智子を母に、本名加藤明夫として京都府京都市中京区で誕生。両親もそうだが、祖父は日本映画の父と呼ばれる牧野正造、狂言作者の竹芝伝蔵、叔父に加藤大輔、叔母に沢村貞子がいるという演劇映画などを本業とする芸能一家の一員として誕生。加藤家では6年後に弟の津川雅彦が誕生。映画初出演は6歳頃の1940年の続志未遂行。戦前から子役として活躍し、当時は名子役として知られていた花園高等学校を卒業し、立命館大学文学部へ進学、同大学を中退。学生時代は俳優を一時休業、戦後映画制作を再開した日活に入社。太陽族映画の第一作となる芥川賞受賞で話題となった石原慎太郎の小説が原作の太陽の季節に、日活の看板スターという位置づけで主演し、奔放で破滅的な生き様の青年を好演。1961年に共演した南田と結婚、当時美男美女のカップル、理想のカップルなどとして話題となり、ブロマイドなどもよく売れた。1962年に日活を退社してフリーとなる。吉田文子事務所に所属した後、1964年に妻南田陽子と人間プロダクションを設立し、1968年に MBS でテレビドラマ活動や一台を制作、主演したが凝りに凝った作りだったため、2億円近い赤字になった映画スターたちが独立の映画制作プロダクションを設立する流れの一端だった。夫婦揃って CM 出演やミュージックフェアの司会などの仕事をこなし、赤字は無事完済している。2011年5月21日77歳で亡くなった俳優の長戸博行さん。亡くなった後のワイドショーではしきりと故南田陽子さんとの関係をおしどり夫婦と表現されているが、その一方で浮気を暴露し、果てには献身的に妻を介護した夫とも評される。1985年11月に陽子へを出版、南田への告白という形で自身の奔放な女性関係などを実名で赤裸々に記し、いわゆる暴露本として世を騒がせた。これに対し実名を書かれた池内淳子は記者会見を開き、なぜ私が下着を洗わなければいけないんですかと怒りをあらわにして否定した。また松田聖子を社会人としての態度がなっていない歌は聞くに堪えないと酷評。長戸の事務所を辞めて独立した紺野美沙子に至っては、最初みたいに言われてるけど、パーティーなんかあるとすぐ男と消えちゃう、男のことになると天でだらしがないんだと断言。紺野は急遽記者会見を開き、激怒のあまり涙を流しながら、嫁入り前の娘がこんなことを書かれて黙ってられませんと本を叩きつけた。その他にも扇千景、石原真理子などの有名女優についても赤裸々な表現で記述された。集中砲火を浴びた長戸側は初版を回収し、問題箇所を書き直した改訂版を出した上、池内に対しては新聞に謝罪広告を掲載した。長戸はゴーストライターによる口述筆記だったため真意が伝わらなかったなどと弁明したが、理想的なおしどり夫婦のイメージが崩れたため、南田と共に全ての出演番組と CM の降板を余儀なくされるなど、この騒動が以後の芸能活動に大きなダメージを与えた。ワイドショーの多数の取材を受け、こんな本はダメですと次長、机に叩きつける場面が繰り返し放映された。長年かけて復調し、主にテレビドラマでの敵役や悪役を多くこなし活躍した。
晩年は苦労をかけた陽子への恩返しとして認知症になった南田の介護に取り組みつつ、リタイアした陽子の分までと発起し、精力的に活動を行った。介護の様子はテレビでも公開された。小型カメラ2台などにより生々しい介護の様子、日常生活が明らかとなり反響を呼んだ。2009年4月1日、南田が認知症悪化による意識混濁の状態となり、自宅から都内の病院に緊急搬送され入院。その後、長門本人より南田の病状について会見を行う。意識は行ったり来たり、このまま植物状態になったらどうしようとも考えていたと、長門は涙ながらに苦しい心境を語った。5月に式まってくれ、陽子を観光した。しかし10月21日に南田はくも膜下出血により76歳で死去した。倒れた前日に続き、当日も明治座での舞台公演後に記者会見を開き、これからは女房のない世界に踏み出していく、思い出の中で陽子は生きてますから、これは永遠のものだ、4年間僕が介護することで僕の人生を蘇らせてくれて、人生観を変えてくれたと涙を浮かべながら記者陣に対してコメントを述べた。南田陽子が体調の異変を訴えたのは2005年頃だった。夫の長門博之と出かけた北海道での映画ロケの際、突然セリフが出てこなくなったという。当初は一時的なものかと思ったものの、年を追うごとにそんなことが多くなる。そして翌2006年に撮影された映画に12歳の別れの後、長門に渡し、もう役者を辞めたいと告げたという。1956年公開の映画太陽の季節で知り合った2人は同棲生活を経て61年に結婚。南田は女優として55年にわたり活動してきたが、女優を退いた後は都内の自宅で夫長門と共にのんびりとしたゆとりある生活していると世間は思っていたことだろう。ところが2008年11月3日、そんな夫妻のあまりにも壮絶な現実が報道初ドキュメンタリー宣言で紹介される。そこにはアルツハイマー型認知症を発症した南田の痛々しい姿と、食事の世話から下の世話まで全てを自らの手で行う長門の24時間認知症介護の過酷さが描き出されていたのである。かつての美人女優の衝撃的な姿の一部始終を撮影した番組に対し、一部には批判もあったが、我が家にも起こりうることとの意見が大半を占め、視聴率は 22.9% を記録。しかし放送後も症状は進行するばかりで、放送から1年を待たずした翌2009年10月21日、南田はくも膜下出血のため都内の病院で76歳の生涯を閉じたのである。芸人は親の死に目に会えないとはよく言われる言葉だが、最愛の妻を亡くしたこの日、明治座の舞台に立った長門は公演終了後、鎮痛な面持ちで記者会見に臨んだ。僕の愛おしい、大好きな、素敵な女房が午前10時56分、さよならも言わないで永眠いたした。開演の4分前でしたから、舞台に向けて自分の精神を作るのに必死で、だからあの瞬間は、陽子のことは全然考えません。午前中の公演の後、さりげなく風のように僕の耳に入ってきた。ああ、言ったのって、それでも前日には何があってもいいように、100万遍、さよならを言ってきました。もう、いっぱい、いっぱい、女房に別れを告げました。だから、もう後悔はしていない。そう語る彼の目からは、大粒の涙が幾重にもなってこぼれ落ちた。10月30日に行われた告別式で、長門は言った。頼みもしないのに、僕に自由と解放を与えてくれて、その見返りとして、喪失感と失恋を味わわせてくれた。そして最後のお別れの後、棺の中の妻に最後のキスをした長門はいきなり大声でこう叫んだ。はい、カット。もう陽子いいぞ、起きて、もう終わったぞ、撮影終わったぞ。棺の中には夫婦で撮った写真のほか、生前の彼女がお気に入りだった水色の着物が収められた。大好きだった妻のもとに長門が旅立ったのはそれから2年後の2011年5月のことだった。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。